体幹トレーニングは2種類に分かれます。こんにちは、トレサーシュの奥村です。今日は体幹トレーニングについて解説していきます。皆さん体幹トレーニング聞いて何を思い浮かべますか？実は世の中の体幹に対する考え方が今古いと思うので今日は動画にしました。実際何が古いのかっていう説明をしていきます。結論、体幹トレーニングは2種類に分かれます。で、2種類何かというとハードコアとソフトコアに分かれます。これどういうことか、もうちょい詳しく説明すると、ハードコアっていうのは皆さんがよく思い浮かべる体幹トレーニングです。例えばプランク、しっかりと固めて軸を作るようなエクササイズですね。これをすることによって芯からの軸ができて当たり負けない体ができます。ここまでは合ってます。ただ足りないっていうのはソフトコアの部分ですね。で、ソフトコアって何なのか、ここがめちゃめちゃ大事です。ソフトコア聞いたことある人いますか？もしいたらコメント欄に書いてほしいです。ソフトコアがどういう意味か説明すると、重心をしっかり自分でコントロールして倒れない体のことです。具体的にどういうことか説明していくと、電車に乗ってる時に釣り革につかまらず立ってるとします。その時に急ブレーキがかかったとします。ハードコア型の人は急ブレーキがかかった時にバターンって倒れちゃうんですね。でもソフトコアの人はうまく体をコントロールして倒れることがないんです。サッカー選手で具体的に誰がソフトコアうまいか説明していくと、メッシですね。メッシってやっぱ身長はそんなに高くないけど当たり負けないじゃないですか。なんでかというとうまく体をいなすことができるから。ただでかい相手に真正面からバチン当たるだけではなくて、うまく体をいなしてそれをパワーに変える、重心のコントロールをすることができる。だからあの世界トップでもやっていけるんだと思います。これが簡単なソフトコアの説明です。体幹トレーニング、ハードコアとソフトコア両方のエクササイズをしっかりとやらないといけないということを理解しておいてください。で、今日はソフトコアのエクササイズについて解説していきます。実際にソフトコアのエクササイズを紹介していきます。まず四つん這いになっていきます。で、右手と左足を上げてくっつけて伸ばす。このエクササイズは多くの人がハードコアに分類されます。じゃあソフトコアのエクササイズどういう風にすればいいかというと、後ろの足を上げるんです。後ろの足を上げてバランスを取りながらこのエクササイズをやってみてください。これ意外と難しいんですね。で、このエクササイズのポイントはぐらついて OK ということです。ソフトコアのトレーニングに関してはガチって固める必要はないので、こう揺れながらバランスを取って OK なんです。ただ注意点としてはどっかにガチって力が入ってカクカク動くんではなく、バランスをこうコントロールしながら伸ばす、曲げるっていうことを意識してみてください。はい、今日は体幹トレーニングについての考察、解説とその実践編1種目紹介しました。で、これからトレーニングの考え方の整理だったりとか実技編だったりとか、いろんなことを YouTube に上げていくので、チャンネル登録といいね、あとコメントよろしくお願いします。 YouTube の他に TikTok だったり Instagram やってるので、そちらの方もよろしくお願いします。以上です。